こんにちは、ゆりです。ですね、最近は潤と玄太にちょっとあの動画を任せてしまっていまして、僕は外出してますので、ちょっと2人で任せすぎたなということで、カラオケに1人で来てみました。人からなんてものはあんまり来てないので、ちょっとドキドキしていますが、1人で何か企画を撮りたいなと思います。今日の企画は、しゃがれ声としゃがれ声じゃなかったら、どっちが点数いくのかっていう企画を撮りたいと思います。有名なアーティストさんの力を借りて、今日のところを撮っていきたいと思います。僕自身も好きなバウンディさんの怪獣の花歌という曲を使って、まずはしゃがれなしで撮っていきたいと思います。95点ぐらいいけばいいなと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。とりあえずしゃがれないように集中して撮りたいと思います。ゆうりチャンネル、それではいきたいと思います。チャンネルメンバーに撮影用の iPhone はもらっていたので、ギリギリ画面は撮れそうです。怪獣の花歌歌いたいと思います。思い出すのは君の歌だったの。でも鮮明だ、どこに行ってしまったの。いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌、歌えばない雲が鮮明だ。君に似合うんだろう、ずっと見ていたいよ。チャンネル、まあまあ頑張ったんじゃないですか。しゃがれないのって結構難しいな。頭の方とかちょっとしゃがっちゃったもんな。 A メロの頭とか。あ、でも92点ぐらいだいたいね。なんかこうユーリンとか結構あるじゃん。でカラオケバトルやってるけど結構負けてるからいつも迷うの、ね、しゃがれるかしゃがれないか。まあ、結局しゃがれた方が歌いやすいし、しゃがれなかったら微妙じゃん。もともとがしゃがれてるのに。なんかだからどっちかいつも迷うんだけど、
実際どっちが点数いくのっていうのを今回検証していきたいと思います。次はしゃがれた状態で今の曲をもう一回歌ってどっちが点数高いか、で今後カラオケの時はどっちにするか決めたいと思いますので、皆さん見てください。次はちょっと大げさぐらいしゃがれたいと思います。いきます。思い出すのは君の歌かいわよ、でも鮮明だどこに行ってしまったの、いつも探すんだよ。思い出すのは君の歌だからな、ここが鮮明だ君に似合うんだよ、ずっと見ていたいよ。未来は繊細で過ぎてく、日々はどんだんだ君へ落ちてく、過去は鮮明で見せたい、未来は繊細で過ぎてく、日々はどんだんだ君へ。でもなんか今日は声がそもそもあんま出てないね。でも、ちょっとさ、どっちか。ゆりチャンネル。結果どちらもそんなに変わらないということで、今回の検証は終わりたいと思いますが、皆さんはどっちが好きだったでしょうか。コメントに書いていただけたらすごく嬉しいなと思います。そしてね、最近の動画では、まあ、ジュンとケンタが結構頑張ってくれていますので、皆さんそちらの動画も遡ってちょこちょこ見ていただけたらなと思います。バタバタしているけど撮れる時はもちろん撮るし、チャンネル登録してくださってる皆さんが喜んでもらえるように、楽しんでもらえるように頑張りたいと思いますので、皆さんこれからもゆりチャンネル見ていただけたらすごく嬉しいなと思います。そんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。チャンネル登録グッドはまさに皆様だし、チャンネル登録お願いします。